皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日は前回の続きいきましょう。今週のコンビニ新商品のパンとスイーツの後編をお送りしたいと思います。買ってきた商品はこちら。後編ですね。後編の注目がね、やっぱり前編に引き続きファミリーマートのファミマがチョコだらけですね。はい、今回はですね、残りのうちこの5つを買ってきました。まだね、お菓子がちょっと残ってたり、あとアイスが出てるのかな、全部じゃないんですけどね。とりあえずチルドスイーツを中心に、あとは気になるものを買ってきました。で、季節的なものとしてはローソンでね、かぼちゃのデニッシュが出てます。これ私なんか最近食べたような気がするんだけど、何と間違ってるんだっけ。こちらのかぼちゃもね、楽しみですね。後編は全部で9品じっくりチェックしていきましょう。はい、ではファミリーマート、ファミマがチョコだらけシリーズですね。今日ね、ドリンク買ってきたんで、これからまず行きましょうか。エクアドル産チョコレート使用、チョコレートドリンク。はい、こちらですね、エクアドルスペシャル、ファミリーマートのオリジナルチョコレートですね。それを使ったチョコレートドリンクです。もう、とにかく香りが華やかで、もう私大好きなんですよね。もうそのまんま、何も混ざりきらない。チョコレートをそのままドリンクにしたという感じです。ドロッとした感じとかそういうのはなくって、飲み口はね、飲みやすい。普通のね、牛乳ぐらいの質感。なんか結構ね、ごくごく飲める感じで、これハイカカオ系のチョコみたいな、そんな味がする。でもね、甘さもちゃんとありますよ。エクアドルスペシャルらしく、華やかなね、香りがきますね。まあでも個人的にはもうちょっとね、ドロッドロの超濃厚ドリンクでもよかったんだけどな。意外とさっぱり飲める。飲んでる時には濃いなぁと感じるんだけど、飲み込んだ後までね、くどく残るような感じがないですね。うん。ゴクッと飲んだ時にふわっと香りが来るのがね、めちゃくちゃいい。ドリンクだとね、手軽に飲めるし、気になる方はぜひ試してみてください。はい、では同じくチョコだらけシリーズですね。ラズベリー香る濃厚ショコラエクレール。はい、中から出すとこんな感じです。もうファミリーマートではね、おなじみのこの濃厚ショコラエクレールなんですが、見てください、華やかなラズベリーがね、トッピングされています。これフリーズドライのラズベリーなのかな。めちゃくちゃ鮮やかで綺麗ですね。土台は普通のエクレア生地にチョコレートコーティングですね。はい、で断面はこんな感じです。中にね、チョコレートクリーム入ってるんですけど、このチョコレートクリームがあのエクアドルスペシャル 100% を使用だそうです。めちゃくちゃチョコが芳醇な香り、さらにそこにラズベリーが入るんで、ベリー系のね、華やかさがさらにプラスされてる感じなんですよ。めちゃくちゃラグジュアリーな味、美味しい。私もともとね、チョコとベリー系の組み合わせすごい好きなんですよね。で、特にやっぱりチョコに合うなと思うのがラズベリー。ラズベリーがもうほんとね、濃縮されたような風味があって、ベリー系のね、強い、もう突き刺すような香り、それがこのね、コクのある濃厚な、さらに香り高いチョコレートの風味にね、めちゃくちゃ合う。どっちも強いんですよね。チョコも強いし、ラズベリーも強いんだけど、そこがね、全然喧嘩してないですよ。で、外のチョココーティングはエクアドルスペシャルじゃないみたいなんだけど、ここはここでね、また濃厚ですよ。久々にこの濃厚ショコラエクレール、ちょっと今回はね、スペシャルバージョンで戻ってきましたけど、改めて美味しいなというふうに思いました。気になる方はぜひ試してみてください。はい、引き続きチョコだらけシリーズです。濃厚フォンダンショコラ。はい、中から出すとこんな感じです。こういう紙のケースに入ってますね。こちらにはね、エクアドルスペシャルが 52% 使われてるそうです。上にちょっとね、チョコクリームみたいなのも乗っかってますね。はい、で、断面はこんな感じです。ちょっとね、わかりづらいんですけど、これ中にチョコが入ってて、それがね、温めると溶け出すらしいんですよね。中っていうか、今この底の部分に見えてるのが、そのチョコなんじゃないかなと私思ってるんですけどね。これまずはね、そのまま食べてみて、残り半分は温めて食べてみましょう。
あ、濃厚濃厚。あ、濃厚っていうか、多分上に乗っかってるチョコクリームが濃厚。そこからすごいチョコの風味が来た。ちょっと土台の部分だけ。うん。こっちもね、強いんですけどね、上のクリームがめちゃくちゃ強い。なんかトッピングの方がよりクリーミーな感じなのかなと思ったんですけど、めちゃくちゃカカオ感が強い。ちょっと上のところだけ。ここまさになんかエクアドルスペシャルみたいな味がするんだけど、ここに使われてんのかな。あ、でもね、やっぱミルク感も強い。なんか生クリームみたいなすごいコクを感じる。もうとにかくね、カカオ感もミルク感も上のクリームがめっちゃ強い。温めたらそこの部分もね、いい感じで溶けるんじゃないですかね。で、ちょっと残りを温めてみましょう。はい、レンジでね、20秒ぐらい温めました。いい感じでね、溶けてますね。もう本当にトロットロ。あ、でもね、これはこれでいいんだけどな。なんて、温めることによって、ちょっとなんかまろやかになるような味が。結構さっきね、ドーンとくるようなチョコの濃厚さとか香りとかがあったんだけど、そこがちょっとね、丸くなった感じがする。私ね、味的には、さっきのこの温める前の方が私は好きだった。まあ、これはね、お好みだと思うんで、ぜひね、どっちも試してほしいですね。まあ、ただ、どちらで食べてもチョコが濃厚です。そのまま食べても美味しい。そして、温めてもトロトロでまた美味しい。ぜひ、気になる方で食べてみてください。はい、で、今日ね、お菓子も買ってきました。まずこちらから、生チョコトリュフ。はい、中から出すとこんな感じ。あ、これ5個しか入ってないんだ。ちょっと、それびっくりしちゃった。袋がね、結構大きいんでね、いや、5個しか入ってないとは思わなかったな。ちょっとそれは残念なんですけど、ただね、香りがめちゃくちゃいいよ。もうチョコっていうか今ね、ワインのボトルを開けた瞬間みたいな香りがしてる。すっごい芳醇な香り。なんて言ったらいいんだろう。ちょっと私ね、これはお上品すぎて、ちょっと逆によくわかんないかもしれない。さっきあの袋を開けた時に感じた香りがね、案外食べたら来ないんですよね。食べたらカカオそのもののカカオパウダー的な味の方が強い。カカオはなんかめっちゃいいの分かるんですよね。甘みもあるんだけど控えめ。今ね、飲み込んだんだけどほろ苦さがね、ふわっと残ってる。香りじゃないですね。もう本当にあのカカオ味、なんかすごい体に良さそうな感じ。はい、でお菓子もう一ついきましょう。贅沢チョコプレッツェル。はい、中から出すとこんな感じ。私は数えた限りでは11個入ってるので間違いないと思います。これなんかこの間のね、ブルボンの回で見たような気がしますね。割った感じはね、同じ。やっぱちょっと固めのね、パキって割れた感じがあって、すごい美味しそうですよ。すっごい塩が効いてる。めっちゃチョコもビターですね。さっきもそうだったけど、すごいほろ苦さがビシビシくる感じ。これもお上品だわ。ブルボンのプレッツェルショコラの上位互換的な。で、あの多分チョコの味もブルボンの方が甘くて美味しいなって感じる人も多そうだな。ちょっとこれはね、レベルが高いチョコの味がします。もうとにかくお上品で、カカオ感が強い、甘さが控えめで、ほろ苦でちょっと塩気も効いてて、市販のチョコレート菓子よりもあのより落ち着いた味です。駄菓子屋にはないチョコの味ですね。ブルボンも好きですけど、これはこれでいいんじゃないですかね。プレッツェルはね、結構硬くて食感がいいです。はい、ではローソン行きましょう。北海道小豆の白玉クリームぜんざい。はい、蓋を開けるとこんな感じです。これファミリーマートにもね、似たようなのあるんですけどね、ファミマのはね、白玉がめちゃくちゃ大きいんですけどね、ローソンのは普通サイズですね。でただこのクリームがソフトクリームみたいなね、もうモリモリですね。で、土台の部分にぜんざいが入ってます。ちょっとまずクリーム、本当になんかソフトクリーム味だ。すごいミルク感というかバニラのような、すごいね、いい香りがする。このままなんか冷やしたらソフトクリームになりそう。で、ちょっと白玉はさておき、ぜんざいですね。粒が結構しっかりめのぜんざい。小豆の風味が結構しっかり感じられる。甘さもあるけど、ファミマほど甘くないって感じ。じゃあ白玉も入れて全部食べましょう。白玉柔らかい。ファミマの白玉はね、もう窒息しそうなぐらいめっちゃ弾力あるから、これすごい食べやすい。歯切れがいいですね。
このクリームと白玉とぜんざいのすごいあのバランスがめちゃくちゃいい。小豆の香りも来るし、クリームのこのバニラっぽい香りも来るし、白玉のちゃんとね、あのお餅の香りも来るんですよ。派手さはないけど、すごい落ち着く味。ちょっとチョコ多かったんでね、今日はこういうのが落ち着きますね。和菓子好きの方いかがでしょうか。ぜひ試してみてください。はい、引き続きローソンです。とろけるクリームパン。はい、中から出すとこんな感じ。これね、多分リニューアルなんですけど、値段がね、10円ぐらい上がってるんですよ。ただね、カロリーは100キロカロリーぐらい上がってるんですよ。クリームパンでそんなに上がるって何を変えたらそうなるんだろうって思いますよね。そんなにね、大きさは変わってないと思うんでね。で、断面がこんな感じ。これ多分ね、クリームが増えてますね。これ前はね、切る場所によってはね、ちょっと全然クリームが見えないってこともあったんで、今日慎重に切ったんですけど、全然そんな心配することないぐらい、もうたっぷり入ってます。ミルキーなのに、すごい卵感を感じるカスタード。今、口の中、超卵。とろけるクリームパンのとろけるはどこにかかってるんだろうね。ちょっとそれわかんなかった。生地もちょっとなんか、しっとりとろける感じがあるし、クリームも柔らかいんでね。ただそこまで商品名にするほどのとろける感は来なかった。それよりも、味がめちゃくちゃ卵感が強い。卵っていうか、なんかね、ゆで卵の黄身みたいな味がしてる。そのくらい強い。生地もすごいしっとりしてて、小麦の香りがしっかりくるのと、あの風味がいいですね。生地だけでも美味しいですよ。カスタード強めのクリームパンが好きな方はね、ぜひこちら試してみてください。はい、こちらもローソンです。北海道産かぼちゃのデニッシュ4個入り。はい、中から出すとこんな感じです。これまた生地のめちゃくちゃいい香りがしてますよ。あのね、バターっぽい香りなんだけど、多分バターじゃないと思うんだけどね。本当にね、香りのいいデニッシュっていう感じ。今のところね、かぼちゃの香りはしないです。はい、で断面こんな感じですね。中にかぼちゃあんが入っています。めちゃくちゃ香りのいいかぼちゃ。何かぼちゃなんだろう。お花みたいな香りがしてるかぼちゃ。まあこういうかぼちゃあるんですよね。なんかでもね、華やかな香りすぎて、かぼちゃの素材感って言っていいのかなって思うような、そんな華やかさがありますよ。味よりもね、香りが強いから、なんかかぼちゃあんというよりは、なんか香りの強いかぼちゃのかぼちゃペーストっていう感じですね。でもね、香りだけだな。舌を通じてじっくり感じられるようなかぼちゃ味って感じはない。でも生地が美味しいんだよな、これも。うん。生地だけ食べても全然いける。もうちょっとなんか深みのあるかぼちゃの味、ここはなんか前面に来てくれる感じの方が私は好みですかね。華やかな香りだけがすごい強いかぼちゃ味だった。でもこれはこれですごいのスイーツ向きなかぼちゃ味かなっていうふうに思うので、気になる方はぜひ試してみてください。はい、じゃあ最後セブンイレブン行きましょう。カスタードドーナツ。はい、中から出すとこんな感じです。こういうね、丸いドーナツですね。なんか触った感じはね、普通なんかパンって感じ、あんまりドーナツって感じがしない。はい、で断面こんな感じです。中にカスタードクリーム、めちゃくちゃなんかね、トロトロしてますよ。ちょっとこれ想定外だった。やば、カスタードクリームうまっ。トロトロなんだけど、すごいコクがあって濃厚ですよ。さっきのローソンのカスタードクリームは卵感バリバリだったけど、こっちも卵感あるけど、どっちかっていうと結構生クリーム系。それがね、ドロッとしてるんだけどね、滑らかなんですよ。キメが細かい。すんごいコクのあるクリーム。おいしい。さっきのローソンのね、カスタードクリームも美味しかったけど、多分万人受けするのはこっちじゃないかな。こっちは多分みんなが食べ慣れたカスタードのよりちょっとあのクリーミーなコクの強いクリームですね。まあ、生地はそんなになんかあの別に特徴ないんだけど、でもちょっとしっとりしてて食感悪くないです。ただそれ以上にクリームがとても美味しい。すっごいシンプルなイメージだったんですけど、食べてびっくり。特にクリームが美味しかった。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。後編も美味しくいただきました。今回のおすすめはですね、もう断然ファミリーマートの
チョコだらけシリーズ、チルドスイーツ2つ、特に濃厚ショコラエクレール、やっぱり美味しいですよ。エクアドルスペシャル 100% は強い。もうびっくりするぐらいの芳醇な香り、そしてチョコレートの濃厚さ、それが今回 の、 そのラズベリーが、ね、かかってる底の部分とめちゃくちゃ合ってて、相乗効果でより美味しくなってました。でもう一つ の、 あの濃厚フォンダンショコラ、これも、ね、美味しかったんですけど、私個人的には、ね、温めない方が好きでした。温めちゃうとね、そのいい部分が結構なんかあのそがれちゃうような感じがして、まあ、でもね、温めた方がいいって思う方もいらっしゃると思うんでね、それはあのぜひ私みたいにどちらも試してみることもおすすめします。 あとはですね、セブンイレブンの一番最後に食べたカスタードドーナツ、美味しかった。カスタードクリームがね最高でしたね。とろっとろでコクがあって濃厚で美味しいカスタードクリームでした。あれ普通にパンでもね美味しそうですね。ドーナツだから余計に美味しいっていう感じです。他もね全部美味しかったので、気になるところで食べてみてください。はい、というわけで前編後編お送りいたしました。今週末はもうね、なんと11月ですよ。びっくりですね。というわけでもう11月に入るんで、今週はスーパーのパン、マンスリー系を行きたいと思います。ただね、今回撮影日が1日なんですよね。前も言ったんですけど、1日はね、うちの近所はちょっとあんまりスーパーのパン集まらないんですよ、朝一に。ちょっと今回もね、ラインナップ集まり次第で1回にするか2回に分けるか決めたいと思います。もう毎回2回にしてくれてもいいよっていう方も多いかもしれませんけどね、まあ、それも含めて今後ちょっと検討しましょう。というわけで週末はスーパーのパン出したいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。